これからの第3グループには有力選手が続けて出てきます。13組がアメリカのエリザベス・プンサラン、ジェロド・スワロー、そして14組チェコのカテリーナ・マラジョバ、マルティン・シメジェク、15番目にロシアのパーシャ・グリシク、エフゲニー・プラトフ、優勝候補。第一課題はトップでした。そして16組ウクライナのエレナ・グルシナ、ルスラン・ゴンチャロフ、17組がカナダのシェイリー・ボン、ビクター・クラーツ、第一課題5位でした。そして18組がフランスのドミニク・ジュニアード、マーシャル・ジェフレッド、この6組が第3グループで滑ります。現在のところロシアのクリロワ、オフシアン・ニコフ組がトップに立っています。第2位がフランスのアニシナ・ペーゼラ、第3位がリトアニアのドロビアズコ・バナガス、ウクライナのロマノワ・ヤロシェンコ組が並んで3位となっています。グリシク・プラトフ組、今度はアルゼンチンタンゴでどんなスケーティングを見せるでしょうか。アメリカのプンサラン・スワロー組。